阪神のカジヤレン投手、32、高浜裕二外野手、28、岩田正樹投手、26、遠藤製内野手、23、が来季の戦力構想から外れたことが30日、分かった。カジヤは13年度ドラフト1位でソフトバンクに入団。20年オフに戦力外となり阪神に加入した。昨季は51試合に登板し、 防御率2、56でリーグ優勝と日本一に貢献したが、今季は13試合の登板にとどまり、7月27日、中日戦、甲子園、が最後の一軍登板だった。高浜は14年度ドラフト7位で日本ハムに入団。22年に渡辺と共に2対2の交換トレードで阪神に移籍したが、一軍での出場はなかった。 岩田は20年度育成ドラフト1位で阪神に入団。同期に佐藤輝、村上、中野らがいた。変則の左サイドスローから多彩なスライダーを投げ分け、和製ジェフ、と呼ばれた。22年に支配下契約。今期は2軍で46試合に登板したが、4年間で1軍登板はなかった。遠藤は19年度ドラフト4位で入団。 内野をすべて守れる器用さを持ち合わせ、高卒5年目の今季はウエスタンで最高出塁率392、30盗塁と奮闘したが、一軍での出場はかなわなかった。